大体どのタイミングでドイツがなんか登場して、多分このタイミングで仲間になるんだろうなーっていうところまで予想はぶっちゃけできてるんですよ。まあとりあえず最初ね、オープニング見る目的で、まずはオーガから行っていきたいと思います。オーガでまずその最初のボス倒して、まあオープニングが終わったら、また次の種族をね、進めていくような流れでやっていきたいなと思ってます。誰か、ザンジャ神父を呼んできてもらえますか。どうしたのじゃ、マユさん。見ての通りです。この人がロンダの氷結で力尽きていたのです。私が見つけた時はもう息がありませんでした。亡くなっているとはいえ、亡骸をそのままにしておくのは忍びないと思い、私がこの村まで。ザンジャ神父、どうか彼の魂が迷わぬよう神にお祈りを。ああいう、いいよね。確かに死んでおる。皆に愛されたこの者がこんなにも早く天に召されるとはの。神もむごいことをなさる。さあ皆で祈ろう。この者が迷わず神の身元へ行けるように。オンラインの映像を使うのね。どうしたことじゃ、なぜ生き返った。先ほどまで確かに死んでいたはず。それが突然魂が戻ったようじゃ。一体この者の体に何が起こったというのだ。こんなことって。本家の中では別格で美人なのよ。よかった、生きていたんですね。いえ、死んでました。もう嫌だよ、神父ったら早とちりしちゃって。生きてるじゃないか。中身は違います。そんな早とちりなどでは。神父さん、間違ってねえよ。お主は本当に。確かに見た目は同じだが、何やら雰囲気が。浅賀神父さん、今日はゆっくり体を休めてくださいね。状況もよくわからんしな。それじゃあ私は用があるのでこれで失礼します。じゃあな。そういえばマユさんはお父上である孫王の手伝いをしておるんじゃったな。何でも今日は客人があるとか。先ほどはおかしなことを言ってすまなかった。いや、こっちもなんかごめんよ。まあ雰囲気が変わってしまったのはきっと死にかけたせいじゃろうな。心から入れ替わってます。修行熱心なのも良いが、あまり無理をしすぎるでないぞ。せっかく拾った命大事にするといい。俺の命拾われたらしいです。なあなあ、アンさん、もしかしてルーラストーン。やっぱ何でもあらへんほなさいなら。お前だけ関西弁やねん。やれやれ、ジェニャがあんな顔をす
するのはなんかお金になることを思いついた時だよ。今度は一体何をする気かね。それはそうと、大した怪我もしてないみたいで安心したよ。本当に運が良かったね。後でいいからまゆちゃんにお礼を言ってくるんだよ。確かに大変な思いをして運んでくれたはずだからね。知っての通り、まゆちゃんは孫王の娘、家は鎧の看板を出してる防具屋の横の橋を渡った先だよ。孫王にも挨拶しておいで。はいはい。マップというかね、建物の配置とかは本当オンラインの時とそんな変わらないというか、結構忠実に再現されてるような感じしますね。なんか頭の中でこう配置が整理しやすい。出ました、大金鍋です。どうぞよろしく。斧とかも持ってるね。まあ、使うとしたら多分片手剣か斧になるかなって思ってます。立てないんでとりあえず斧装備しようかな。あ、いろいろ見れる。先に覚えるのか、いろいろ見れちゃう。あ、覚えるんだ。アヒャーデドス。さすがにベホーイブーって止まるか。なるほどね。はいはいはい。あ、パッシブがレベルで上が、覚えられるようになってる。これ結構いいな。スキルポイントはそっちに集中できるわけだ。なるほどね。ははははははは。なるほどなるほど。あ、これ絶対爆裂剣だ。違うか。多分。いや、いいね。いろいろ楽しみだね。これよくわかんないとこから見ていきたくなっちゃう。あ？メダル入手早くない？手紙あってなんか仕事すんの？いや、いいな。この雰囲気。指輪なんか仕事すんのかな。107ゴールド。安心した。元のオンラインって武器にもこの装備できるレベルみたいなのがあって、もともと聖堂の剣ってレベル7以上じゃなきゃ装備できなかった武器なんですけど、そういうのは今回ないみたいだね。ちょっと安心した。盾売ってんな。どうしようかな。足の大盾とかいいな。あるから、なんかこの川遊びくらいはなんか意識揃えてもいい気もするな。両手剣は使わんのよ。これ意識買っちゃおう。使うかもしれないで一応取っときます。あとあれか、あの戦士なんで回復手段がないんで、エクソ買っとこ。
財布がめちゃくちゃ軽くなりました。あ、2ゴールド。あの、その中途半端な優しさは。ああ、ありがたい。正直2枚じゃ足らん。ここにいるかな。あ、薬草ありがてえ。どうせ薬草は買い込むつもりだったんで、今でも後でも折れるのは嬉しいんすよ。まずはちょっとね、村の中を適当に散策して、掘りこぼしとかがないよ。あったかにないか。あるんかい。カメラの動きに関してやっぱキーマをやった方が早いんだけど、そんな別に速さ重要じゃないんでね。これはこれでちょうどいいね。やっぱ操作もしやすい。村人服また拾っちゃった。あ、いいね、薬草。序盤の薬草ってなんでこんな嬉しいんだろう。あ、空箱。おー、薬草3個。あ、それにそんだけ出ちゃうとなんか買う意味あったかなと思っちゃうよ。それ使うからいいんだけど。多分。ロンダの氷結にもいなかった。ジーガンフ、あなたは今どこで何をしているの？あら、どうしたんですか？まあ、わざわざお礼に。いいんですよ、あなたが無事で本当によかった。あら、ルーラストーンはどうしたんですか？そうですね、最初の、まあ、いつも腰につけているのに、あの、二つ目の町に着くまでやりましょうか。ルーラストーンがわからない？使うと記憶させた場所に一瞬で飛べる魔法の石のことですよ。ルーラーストーンシステムは健在なのね。ルーラストーンだけじゃなくて自分のこともわからないですって。あなたは一年ほど前、修行のためにこの村へいらっしゃったんです。あんなに熱心に修行なさってたのに思い出せませんか？もともとこの村 の人間ではなかったわけだ。人間でもねえけど。そういえばあなたはどうしてあんなところで倒れていたんでしょう？こっちが聞きたいくらいだよ。めったに人が行かないところで倒れていたから私も気になっていたんです。あそこに行けば何か思い出すかしら。一緒に行こう。ロンダの氷結の場所はわかりますか？村を出て道なりに西へ進むと見える橋を渡った先の氷の洞窟です。あなたはその氷結を南西に抜けた先のロンダ岬で倒れていました。もしかしたらルーラストーンもそこに。ロンダの氷結へ行くなら気をつけて。今は力も落ちてると思うので、少しレベルを上げながら慎重に行ってください。微妙に見えたいな。はい、あのオンラインでやった時は当然ね、あの複数人でのプレイも可能だったので、ね、ある程度なんかレベル3とか4とかそういう低いレベルでも大丈夫だったと思うんですけど、まあ、今回は完全にソロプレイっていうことになるので、まあ、ある程度やっぱ用意は必要なのかなっては思いますね。で、まあ今からね、いろいろこう攻略出たところで大して何もできないと思うんで、今回もおとなしく、レベル上げに専念していきたいなと思います。ボス戦までに、そうっすね、レベル8とかそのくらいまで
上げておけたらいいかな。あー夏い。あーラギ雪原とか雪原の廃墟とかやっぱあるんだね。マップの構造とかほぼほぼ一緒じゃん。なんならこのまま動けんのか。あのね、通り攻略では基本的に行かないところなんですよ。で、そっちの方面には、明らかに総理攻略で戦うことのないような強敵がいっぱいいるっていうことでね。でも今やったら余裕で死ぬ。これからなんか仲間がいないわけだからね。あまり無茶できないね。似合わねえ。スキルポイント早くない？スキルパネルね。それぞれ別個なんだ。あ、格闘スキルいつでも上げれんの？あ、てかなんならあれか。スキルポイント共通か。それ楽だな。貯めておいて、とかできるんだ、今回。マジか。あ、それは、いいよ。あ、なるほどね。なるほど。スキルアップパネル。よくわかんないやつもあるな。基本的には片手剣で行った方がいいと思うので。盾とかも使えるしね、一人だし、今。火炎切り覚えたか。ビル1。1ポイントしか使ってない。あ、そんなお得なんだ。ドラゴン切り、ハヤブサ切り。エアブサ切りの習得は急ぎたい気もするけどな。別に多分、ここ上げたところで多分覚えられないと思いますけど、レベル10まで上げて覚えれるか？覚えれなくね？多分無理っしょ。配信率。悩むなぁ。とりあえず攻撃力上げよう。ってなると、多分。よしよし。なんか、剣がちっちゃく見えれる。赤い手なんだ、これ。あ、魔物か。お。あ、打たないんだ。まあまあまあ。まあ、あちこち見ながらね、じっくりレベル上げていこう。バラ箱だ。ビーンが3個。助かる。せっかくだから火炎切り見たいよね。あー、いいねちゃんと堅実にダメージが入る。グハッと。
け。いいね。あー効率が一気に上がった。超早い。俺ならサクサクだ。グラフの早くね。いや何もできんよ。いいね。豚かウサギかかってレベルとお金と稼ごう。あ？イーチの依頼書。これ。パーラットを3匹倒してロニアちゃんの敵を取って。あ、この辺はパーラット出ないでしょ。経験値的にはウサギが一番うまいか。ウサギ狩りだな。ウサギか豚か。スライムはうまくねえな。おう。毎日どう言われるのか分かってない、分かってないけど。新しい特技を覚えた。アバウ専用だ。専用技でした。ガップ。いい音質だって言ってるからこっち行こう。いいね。あってしまった。あ、必殺技かなんか使う用の、どっちだったかな。配信必中っていうのがね、ありますけど。他になんかおらんのか。あ、時間帯昼夜とか変わったらまた出てくる魔物も変わるかな。あ、違う、エリアの問題だ。多分端っこのエリアの方にいたらね、多分やべえやつ出てくる。ブリザードとか出そう。あれ、これ、これ、もしかしてこれってグローアップヒール。俺全然さっきから、戦車なのに MP とか全然気にしてねえんだと思ったけど。グローアップだったら楽だな。
青銅まではまだいらないよな。さすがに。まだこの辺でいいと思うんだよな。ファッシーの大盾欲しいな。これっていいでしょ。もういいや。で、歌手の大盾を買います。いいね、一気に戦士っぽくなった。はい、とりあえず今回はここまでにしておきたいと思います。まずは、オーガ編でのオープニング部分を見ていくということでね、また次回も引き続きオーガ編進めていきたいと思います。とりあえず、これもダラダラやっててもね、あまり経験値効率も良くないと思うので、そうですね、次回はとりあえずそのロンダの氷結の方に入って多少話を進めていきつつ、まあ、戦ってレベルを上げつつっていう風に、進めていけたらなと思います。はい、ではドラゴンクエスト10実況プレイのパート4、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。